校。そして高校卒業です。私は青果店へ就職しました。私が就職したのは高校の3年間アルバイトをしていたフラワーショップの店長さんの知人が経営するお店です。人気のお店なのですよ。店長は知人であるそのお店のオーナーに元気もあるし真面目と私を紹介してくれました。嬉しかったです。私の母も結婚する前は青果店で働いていたのです。母は家でもたくさんの花を育てていました。父と別れて母の元気がなくなってしまってからは私が花の世話をしていたのです。小学生の私には難しくて枯らせてしまった花もありましたが、小春も就職を考えました。ですがやはり恐怖症が妨げになって断念したのです。小春は収入を得るのにいろいろ模索しました。今はショッピングサイトを運営して収入を得ています。小春が SNS に上げていた古着に手を入れたものや手作りアクセサリーの画像には同じものが欲しいとか販売してほしいといったコメントもよくついていました。なので販売してみることにしたのです。最初は SNS のダイレクトメッセージを使ってコツコツ販売していました。小春はそれでお金を貯めてノートパソコンを買ったのです。そして SNS の知り合ったウェブデザイナーさんに発注しておしゃれなショッピングサイトを作ってもらっていました。コーディネートとショッピングサイトのリンクを載せたものが SNS で拡散されていきました。私はよく小春の作ったものを身につけるモデルをやったのです。私は高校生の時急に身長が伸びました。小春と私は10センチくらい身長差がついたのです。服を共有できなくなったのはなんだか寂しいですが、私がモデルをした画像にコメントがつくのは嬉しかったです。施設を出た後、小春と私は二人で部屋を借りて同居しました。家事は小春にほとんど頼ってしまっていたのです。私がするのは買い物とゴミ出しとお風呂掃除くらいでした。小春も忙しいのに手際よく家事をこなしてくれたのです。施設の時も小春は部屋の掃除をしておいてくれていました。サキが勉強を教えてくれるからと言って。小春は販売するものを作って発送作業をこなして家事もしてくれて、さらにその合間に服やアクセサリーを作る勉強もしていました。今では一から作ったオリジナルの服やアクセサリーも販売しています。小春は勉強家なのです。小中の時も私より勉強していました。通信制高校のレポートも真面目に取り組んで余裕を持って終わらせていました。小春の発送作業は私も少し手伝っています。宅配便の集荷をしてくれる方は男性が多いです。なのでいつも使う宅配業者には無理を言って女性の宅配員の方をお願いしていました。ですが女性の方がお休みなので都合のつかないときは私が宅配便の営業所へ荷物を持っていきます。就職した青果店で車の免許を取らせていただいた上にお店の車を使用にも使わせてもらえたので、こういう時に助かりました。こうして小春と私は二人で生活を送っていました。贅沢はできませんでしたが経済的に困ることなく過ごせました。そして施設を出てから4年が経った頃、小春に彼氏ができました。